一人で学ぶくん、片学ぶくん、おはようございます。おはようございます。途中とも離れたんね、席。そうね、今日学ぶくんとちょっと離れてるね。なんか、ライトも当たっとらんもだね。ライトがちょっと暗い。本当ね、暗いね。本当ね。当たる必要ないない。いや、当たる必要ないって。いや、出演者。梅雨の時は皆さん、どぎゃーって過ごしとってすか？私はお家でじーっとしとるね、もう。やっぱ、外出られんけんね。心配になるのが風とか雨とかの災害が気になるよね。そういう時に避難所とかたい、知っとる？どこに避難せなんか。いや知らん顔しとるもん、あんたたちは。ごめんなさい、知らんかもしれない。だけどね、今日はね、そういうのも教えますので、どうぞご覧ください。ありがとうございます。今日は避難所の新型コロナウイルス対策について調べなんてたい。あれ、またハビロのおっちゃんね。学ぶも学ぶ。熊本市では今回、新型コロナウイルス対策として避難先を大きく3つに区分することにしました。1つ目は、災害時に危険な場所にいる人は避難することは原則ですが、感染のリスクを減らすため避難所には行かず自宅に留まるという避難です。そのためには、まずハザードマップで自宅が安全なのかを確認していただくことになるのですが、自宅以外にも親戚や知人宅、ホテルなどの宿泊施設へ避難する方法もあります。2つ目は、噴水害時に最初に開設する市内20カ所の指定避難所への避難です。そして3つ目は、今回初めて設置する保健避難所への避難です。これは新型コロナウイルスの健康観察中の方のみが利用する避難所で、対象者には保健所から事前に連絡をします。学ぶくん、分かって。あれ、慌てんぼうの学ぶくんは、風水害の時に最初に開設する指定避難所の一つ、中央区の大江公民館に行ってしまいました。避難所の新型コロナ対策はバッチリとね。学ぶくん、避難に必要な持ち出し品は持ってきたかな。マスクと体温計、アルコール消毒液、あとおやつを1年分持ってきました。避難所の受付には、飛沫を防ぐためのパーテーションやアルコール消毒を準備して感染防止の対策を行っています。そして避難をされる方には、体調の確認のために体温測定をお願いしています。熱があったらどがんすと、熱が出るような体調が思わしくない方は、部屋を分けて避難をしていただきます。大江公民館は2階建てですので、そのような方には階を分けてご案内します。疑い深い学ぶくんは避難スペースを確認します。あれ、和室じゃなかと。これまでは和室を利用していただいていましたが、3密を避けるため大ホールなどの広い部屋を避難スペースにします。そして居住スペースを毛布などで区画分けして安全な距離を確保します。一人の避難なら約2メートル四方、ご家族なら人数に見合う広さとして、さらにその間には幅約2メートルの通路を設けます。3密を防ぐ対策として、窓を定期的に開けるなど換気も徹底します。また熊本地震のような大規模災害が発生した場合は、避難者の数が格段に増えるため、安全性を確保した上で区画のレイアウトを変えていきます。避難所では新型コロナウイルスの対策をしっかり行っていますので、安心して利用していただきたいと思います。あと、今年は換気を徹底するため室内が寒くなる可能性もありますので、避難をされる際は防寒着の持参も心がけてください。はい、持ち出し品のお菓子は300円以内ですか。いや、そこじゃないんだ。私はこういう状況ですからね、だから3密を防いで自分たちで持っていかないものは持っていかないけん、もう準備しとかないよ ね、まあ、ね、体温計とか消毒とか、ね、ハンドソープとかね、いろいろとね、非常袋ももう一回見直した方がいいかもしれないですね。それから親戚のお家とか ね、 そうね、連絡して、そういう時にも避難するのを考えんというか ね、 そうね、みんなに教えてやらんとね。そうそう、風水被害といっても、西側に
黄色いものを置いたらお金が貯まるって言ったけど、貯まらなかったんで、っていうかそういうことじゃないですね。それじゃない、それじゃない、その占い的なことじゃない。全然違う。風水もいろいろ気をつけて。